これ、これはカブトムシですね。あれあれすげえやろ、これでかー、これこれはコクワガタか。はい、皆さんこんにちは、カブトムシとクワガタムシです。今日もカブトムシを取りにやってまいりました。取りにというのは撮影しにやってきたんですが、今夜の8時13分です。今日は何日でしたっけ。今日は7月24日。はい、じゃあ今日は子供と一緒にカブトムシを撮影しに来ました。さあどうでしょう、早速行ってきます。さあやってきました。この木にいるでしょうか。飛んできた。これあら、これはカブトムシですね。カブトムシやん。あら、ちょっとこれこっちの木をぐるっと見てみたらええよ。こっちの木ぐるりと見たらこちらにはいませんね。早速カブトムシの撮影です。結構でかい、うん、あれあれすげえやろ、これでかー、これもかなりでかい。おすげえ、ほらすげえね。さあもう一箇所奥の方に行ってみたいと思いますが、今日はいるでしょうかね。さあどうでしょう、どうだ。おっと、カブトムシがいました。ほら普通にこうやっておるからすごいよね。平たくわがたがいないですね今日は。かっこいいね。初めて見たの。いや、野生で。野生で初めて見た、うん、こんなになんかちゃんとした樹液とかにおれんじゃろ、うん、でこんな風にして樹液がなかなかおらんのよ。すごいね。こんな風に樹液が出ることがないんよ。しかもこんな、なんちゅう足元で。すごいやろ。すごい。かっこいいですね。あーすごかったですね。さあここもう一箇所見てみます。このもう一箇所も行くでしょうか。おっとカブトムシがいました。カブトムシがいましたね。こんな風にして傷をつけてますけど樹液は出ないです。樹液というのはすごい不思議ですよね。これはなんか誰かがトラップを仕掛けたんでしょう。さあもう一箇所来ました。お、早速いましたね。飛んできた。虫、アリがいっぱいの中で。うわあ、これなんかアリまみれの中で。コクワガタか。